ネット競馬ニュースフラッシュ、皆さんこんにちは。4月13日水曜日、本日のニュースを担当いたします、大岡の奇跡もちももみです。それでは本日のニュースです。ももみの血筋の道筋。はい、このコーナーでは血統勉強中の私と血統での穴馬予想を一緒に学んでいこうというコーナーです。今回は4月17日日曜日、中山芝 2000m で行われる皐月賞から探していきたいと思います。予想オッズで人気を集めているのが、朝日杯フューチュリティステークスを制したフーデュース、武豊騎手とのコンビで G1 2勝目となるでしょうか。続いて前走共同通信杯で勝利したダノンベルーガ、イクイノックスは前走トースポ杯2歳ステークス勝利から挑みます。今回注目の血筋はこちら、ロベルト、ポニービン持ちの馬に注目。ロベルトはパワー、スタミナに優れている血統、ポニービンはスタミナ、瞬発力、持続力に優れている血統です。皐月賞の過去好走馬を調べてみると、ロベルト、ポニービン持ちの馬が多く好走していることが分かりました。出走予定馬の中ではどちらも持っているのがオーケンボルト、グランドライン、マテンローレオ、ロベルトを持っているのがアスクビクターモア、サトノヘリオス、ジャスティンパレス、ビーアストニッシド、ラーグルフ、ポニービンを持っているのがイクイノックス、ダノンベルーガ、デシエルト、ボーンディスウェイ、名称ラナキラでした。以上の血筋を踏まえた私の3連単で紐にぜひ入れたい注目穴馬を4頭ご紹介します。まず1頭目はこちら、ジャスティンパレスです。ディープインパクト3区、母父ロイヤルアンセムのジャスティンパレス。今回注目の血筋、ロベルトの血を持っています。そして出走こそ多いですが、皐月賞でよく馬券に絡んでいるディープインパクト3区。前走ホープフルステークスでは、勝ち馬キラーアビリティと 0.2 秒差の2着という結果でした。マイレース、上がりタイムが速く、2000メートルも安定して走れている点が魅力的です。休み明け初戦ですが、頑張ってほしいです。続いて、2頭目は、こちら、デシエルトです。ドレフォン3区、母父キングカメハメハのデシエルト。今回注目の血筋、トニービンの血を持っており、母系にはスピードの持続力が特徴なヌレイエフの血も入っています。スピードの持続力は皐月賞でも非常に重要な要素の一つです。前走若葉ステークスでは3馬身差をつけ圧勝しました。非常に強い競馬だったと思います。また、皐月賞で上位人気が予想されるメンバーとまだ走っていない点の可能性は無限大で、魅力的だなと思いました。続いて3頭目はこちら、ボーンディスウェイです。ハーツクライ3区、母父プラティニのボーンディスウェイ。今回注目の血筋、トニービンの血を持っており、スピードに伸びとパワーがあるリファールの血も入っています。前走弥生賞ではアスクビクターモア、ドゥーデュースにわずか 0.1 秒差の3着、スタートがうまく先行力のある馬なので、皐月賞でも先行力に期待したいです。最後に4頭目はこちら、マテンローレオです。ハーツクライ3区、母父ブライアンズタイムのマテンローレオ。今回注目の血筋、ロベルト、トニービンの血を持っており、スピードに伸びとパワーがあるリファールの血、スタミナに優れているリボーの血も入っています。血統的に私が最も注目している一頭です。2走前キサラギ賞では上がり最速でゴールし勝利、強い競馬だったと思います。3走前ホープフルステークスでは前内側が有利な展開の中6着、着順こそ6着ですが、それも強い競馬だったかなと思いました。能力は高いはずなので、
ハマれば面白いのではないでしょうか。先週は桜花賞でしたね。皆さん結果はいかがだったでしょうか。スターズオンアースおめでとうございます。私はサークルオブライフからの予想だったので、予想していた馬は3着以内に入ることができず、悔しい結果となってしまいました。的中した皆さん本当におめでとうございます。外してしまった皆さん、私と一緒に気持ちを切り替えて頑張りましょう。さて、最近は気温も高くなり、本格的に春になってきましたね。過ごしやすいので、この気候がずっと続けばいいなぁなんて思っています。山登りとか気持ちよさそうですよね。今まで一度も私はしっかりと山登りをしたことがないので、このホワホワとしたあったかい気候の中で登りたいなぁって思っています。皆さんは春にやってみたいことはありますか？よかったらコメント欄にて教えてください。最後に、現時点での皐月賞の私の買い目をご紹介したいと思います。今回は3連単で紐に入れたい穴馬というテーマでしたので、こちらで勝負してみたいと思います。じゃん。3連単一等軸流し、イクイノックスからダノンベルーガと、今回挙げさせていただいた4頭の計5頭に流して勝負してみたいと思います。よかったら参考にしてみてください。クラシック初戦の皐月賞。果たして勝利をつかむのは一体どの馬なのか。今週も競馬を楽しんでいきましょう。以上、本日のネット競馬ニュースフラッシュでした。